妄想覚醒。はい、レオンチャンネルです。獣王キューブ4-5の発売で獣王ジャー5人のキューブが全部揃いましたけど、獣王ジャーは今のところ3体合体が基本ですから、どうしてもどれか2つが余っちゃうんですよね。なんですが、今回はなんとか5体合体する方法を探して妄想覚醒をしましょう。合体する上で大事なのは、まずここの出っ張りが刺さるキューブじゃないとビッグキングソードがセットできませんから、ここのくぼみが必要なんですけど、3番と2番と4番にはそのくぼみはありませんから、ここで引っかかっちゃうんですよね。なんですが、なんと5番、キューブタイガーにはスリットがあって、ここに上からブスッと刺すことができるんですね。プラス、タイガーの横には明らかに何かが刺さりそうなジョイントが左右にあって、まずはこれを使って簡単に3体合体してみましょうか。キングソードをロックするためには足パーツを上から3番目に持ってくる必要がありますので、とりあえずベースをエレファントにして真ん中にシャークを持ってきて、で一番上にタイガー、おー、こういう変わった感じで、さらにここからビッグキングソードをブスッと差し込めば、おー、ここでロックしてこっちにもくぼみがありますから、無理なくセットすることができました。まだ腕のない状態とはいえ、5、2、4の変わった合体来ましたね。そして、このジョイント、かなり大きめですが、あー、キューブがはまりそう、お、いった。逆は？あー、残念。なんだ？何が違うんでしょう。イーグルの下の部分はここにロック的なパーツがあって、これがないと合体しないというか、そもそもの径が違うんですね。グッと押し込んでも、あーっと、これは全然はまらない。逆でも、あ、全然はまらない。余分に持ってるこの辺のキューブでもイーグルと同じような径のものはないかな。このシャークはいけそう。ああ、ダメだ。ダメですね。まあ、多分合体してもそもそもここにジョイントがありますから、こっち側はスカスカ。イーグルのこのパーツ以外は、ダメですね。唯一、イーグルだけ下側のジョイントパーツが、おー、はまりますから、僕はイーグルを余分に持っておりますので、やばい！やばい！はい、両側にイーグルを取り付けることで、1、2、3、4、5。いきなり5体合体来ましたね。あ、でも数字が後ろかな？あ、回転する数字を後ろにして、これでロックを解除して、あ、でもダメか。あ、いや、違うよ。これで、しまって、腕を、この片方のこれ、これを使うような要領で展開すれば、来たー！やばい合体来た！この逆三角形的な合体は、どうですか？獣王マッチョ。獣王マッチョが完成しました。下半身のボリュームは明らかに足りてない感じですけど、ぐるっと見回すと、このようになっております。はい、横から見ると、このような感じで、そして正面。見た目的にはファミコンロボットなんかをなんとなく連想させますが、さらにここからもう一個足のキューブを増やすことで、おお！あんまりかっこよくないことには変わりありませんけど、一気に全体のプロポーションが良くなって、合体ロボ感が増しましたね。ぐるっと見回すと、このようになっております。この辺とかちょっと展開すれば、もっと雰囲気が良くなるかな。ガチで一発目の妄想合体をこのまま撮影してますから、何気にこの合体とかもかなり驚いてます。近づいてみると、
こんな感じですね。上半身だけ見るとかなり合体ロボ感が出てて案外いいんじゃないでしょうか。しかもここのジョイントは可動しますから少しポーズを変えることができます。あと使ってないジョイントというと4番のこの横の出っ張り部分とイーグルのこれは腕パーツの展開ですから、この出っ張りはこれかな？キューブキリンの横の出っ張りにちょうど合いそうな感じ。おーここにでも取り付け可能だとしてもどうやって遊ぶんだろう。逆は、あ、でもこっちは出っ張りがなくってここにボコッとパーツがありますから、キューブキリンを取り付けることはできませんね。一番下にエレファントを持ってくればいいのかな。こう来て、で、ここにキリンを合わせて、超特急王的な感じで展開しますか？こんな感じで。後ろ向いちゃいますから、こうしましょう。はい、これで。さらに下半身にボリュームが出て、だいぶ全体のバランスが良くなりましたね。展開してる部分をちょっと抑えめにしたりすると、全体がかなりスッキリして、獣王者ロボっぽくなりました。めちゃくちゃ足長いですけど、今後ありそうな感じですよね。ちなみにちょっと似たような感じの連結合体の超特急王と並べるところで、なんとなく通ずるものがありますかね。キューブの高さが4つ分で、普通の1号ロボサイズと同じぐらいになるんですね。ただ、この合体はイーグルを余分に持ってないとできませんから、それを考慮して、純粋に5体合体、1から5を1個ずつ使いましょう。このまま、1番を上に持ってきて、で、ビッグキングソードを刺して、ちょっとボリュームを出すためにパーツを展開しつつ、キリンをバズーカにして、1,2,3,4,5 プラス、びっくりマークのキューブのロボが完成と思ったんですが、上から3番目にライオンかエレファントを持ってこないと、そもそも合体ができませんから、どうしましょう。バランス的にエレファントをベースにタイガー行って、で、その上にライオンを乗せつつ、爪を展開して、シャークを合体して、上からイーグルで、そしてビッグキングソードを刺せば、これで3番目にライオンが来てますから、ロック。お、いきますね。はい、これが純粋な5体合体の、獣王キング1、2、3、5、4が完成しました。できましたね。というか見た目的には、獣王キングの下にタイガーとエレファントが置いてある感じになっちゃってますけど、ぐるっと見回すと、このようになっております。非常に不安定。はい、横からと、そして前から。まさにこれこそ妄想合体&妄想覚醒！とりあえずデラックス版の獣王キューブを集めてる人はこの合体はできます。見た目的には面白いですよね。はい、ということで手持ちのキューブをいろいろ使ったり、1,2,3,4,5 を連結させて様々な妄想合体をしました。この合体を見る限りは今後もこういうテイストでパワーアップしていくと思うんですけど、特急ジャーの場合は最後の最後で連結から離れて違う方向に行っちゃいましたし、ニンニンジャーも最後の合体は若干イマイチでしたから、獣王ジャーのキューブの合体は最後までこの四角の感じを突き通してほしいですね。以上、いろんな獣王キューブを使っての妄想合体でした。Yeah.